はい、皆さんこんにちは。ソプラノ歌手の太子です。今日も静岡県西伊豆松崎町にある稲下神社からビタミンラジオ太子の心歌放送125回目、本日のゲストは新人ゴイツヒーラーのともみんさんです。それでお呼びいたします。ともみんさん、よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、今回もお招きいただきありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、プロフィールね、流させていただきたいと思います。はい、一応ですね、ともみんさん自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは。私はですね、今静岡と東京の2拠点で、ヒーリングスクールを主催をさせていただいております。はい、ともみんと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、コメントいただきまして、やっほーですね。あ、カズポンさん、 ありがとうございます。お久しぶりです。ご覧いただきありがとうございます。今日は今年最後の放送なんですよ、トモミンさん。そうですね。なんか記念すべき最後の放送に、今年最後の放送にお呼びいただき、本当に光栄です。はい、ありがとうございます。はい、トモミンさん、今日どこにいるんですか？今日はね、岡山に来ていて、すごい。そうなんですよ。ちょっとね、この今週、今日から静岡を出て岡山に来まして、それで明日は出雲大社まで行ってこようと思って、まあ、ちょっとこっちのね、西の方にも、はい、ヒーリングの生徒さんがいらっしゃるので、うんうんうん、ちょっと仕事もしつつ、旅もしつつみたいな感じで。すごい。はい。そうなんですよ。出雲大社はね、行ったことないので、はい、ちょっと行きたいな。そうだったんですね。うん、いや、私もないんですよね。うん、行きたいなぁと思ってるんですけど、いやでも、こう、なかなかですよ、なかなかの遠さですよ。だから、ちょっと静岡からだと、まあ、車で今回ね、来ているんですけど、ちょっとやっぱ間にね、一泊入れないと、うん、なかなかちょっと大変かなっていう、そういう感じで来ております。そうですよね。いや、すごい。またね、お話聞かせていただけたらと思うんですけれども。はい。新年ということで、あ、年末年始か。年末年始って、なんかまあ大切にされてることってあるんですか？そうですね。なんかね、私はね、ちょうど12月入って年末になると、はい、来年をどういう年にしていこうかなってやっぱり考えるんですよ。はい。うん。それで、まあ、新しくこう自分の手帳を新調するんですけど、はい、必ずその手帳の、まあ、後ろの方にメモとかありますよね。メモ書けると、うんうんうん。で、2024年はこういう年にするっていうのを書くんですよ。へぇー。そう。それをなんか習慣にしてますね、年末の。今年はどんな年に、うん、あ、まだ書いてないから、年末になってないから。まだね、そうそう。まだちょっと書いてないですけど。うんうん、うん。まあ、まあ、ざっくり今こうやってるヒーリングスクールがですね。はい。生徒さんも本当におかげさまですごい増えてきまして。うん、すごいですよね。うん、ねえ、ありがとうございます。本当この1年半くらいで65名になりましたね。はい、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。うん、で、うん、今ちょっと全国に展開し始めてるところで、はい、まあ、今回兵庫県だったり、岡山県にも、うん、そう、クラス生さんがいらっしゃるんですけど、あとは今、講師さんの育成もしていまして、うん、うん、それでね、すごいね、講師やれるヒーラーさんとか、ヒーラーさん自身もすごい成長してきてるんですね。うん。それなので、なんかもっともっとこのね、ヒーリングのスクールを広げていきたいなっていう、みんなで関わってもらって、それでもっと広げていきたいなっていう、まあそういう感じでね、今思ってるんですけど、はい。うん、
そんな感じで結構年末になると私は来年をこの年にするっていうのを必ず手帳に書いて、そこを意識するようにしてるんですよね。うん、で、そうすると私引き寄せの法則とかも教えてるんですけど、意識してるとやっぱりその方向に進んでいくなっていうふうに思うので、結構かなってます。あ、すごい。じゃあそれ皆さんやっていただくといいかもしれないですね。あ、ねえ、ぜひぜひ、やっぱりね、ちょっと意識に入れていくといいと思うんですよね。あ、コメントに行ったことあるよって、あ、そうなんですね。行ったことあるよ。そんな会社、ね、うん、素晴らしいご活躍ですね。引き寄せ大事ですよ、ね。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。そうか、じゃあ、あれなんですね、書くといいんですね。書くといいと思います。なんかね、よく思ってるだけでね、こうしたいな、ああしたいなと思うけど、うん、やっぱり、明確にするっていうか。そうですね。なんか私は、そうか、書いて、まあ、思うことだけもするんですけど、はい、割とそうやって書いて、時々こう見返したりとかして、あ、なんかね、意識にある状態にしていくんですよね。で、そうすると、なんか叶いやすいなっていうのがね、うん、ありますね。なんかそう感じでこう、いろんなことを叶えていっているなっていうふうに思って、それこそ数年前は拠点生活とかしたかったんですよ。ああ、二拠点とか？そう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 。うんうん、そしたらやっぱりそれも、はい、何、叶うまでにちょっとタイムラグって言って、時間が、はい、経ってから叶ってくるんですけど、あ、紙に書くよって言って。やっぱ紙に書くのは大事なんですね。ね、そう、時間が経ってから、結局、今は静岡と東京に拠点が。そうですよね。し、あと、何気に長野にも、実は、うん、年間オーナーみたいな感じで、うん、泊まりに行ける場所もあったりするんですよね。すごい、うん、私も行きたいな、ともみさんと。ねえねえねえ、うん、長野のね、ゼロ地場にあるロッジなんです。ね、ゼロ地場って何ですか？ゼロ地場っていうのは、ね、なんて言えばいいんだろう。プラスでもマイナスでもない場所。なんだけど、なんか、ね、いろいろ、こう、体の調整とかもできる場所なんですよ。心身の調整ができる場所。そういう場所があるんだ。うん、なんかね、人によってちょっと反応が違ってくるんだけど、うん、最初ぼーっとしやすかったりとかっていう人もいるし、うん、なんか慣れてくると、すごい、睡眠とか短くてもすごい元気。まあ、そういうなんかね、ちょっと心身を整えるのにすごくいい場所なんですよね。ゼロ地場ってね。そうなんですね。うん、うん、ね。幅広いご活躍ですね、つってね。そうなんですよね。ありがとうございますね。ね、なんかね。そうそうそう。皆さんもぜひ書いてみてください。そうですね。意識してね。で、その書いて、なんかワクワクするのがいいんですよ。やっぱりこう自分が本当にこう叶えていきたいことってワクワクしますよね。こう想像するとね、はい、うん。そのワクワクがすごい大事で。ぜひワクワクすることを描いてほしいなと。うん、そうですね。ねえ。いやでも私もそのこの前、ともみさんとお話ししてて、うん、まあ、松崎で何かできることあればいいですよね、うん、みたいな考えてましたね。話で、うんうん、でそういう話になってね。あ、ふらみちゃんもこんばんは。こんばんは。来年全国出版オーディションにエントリーしました。書きまさか。おー、すごいすごい。すごい。おめでとうございます。いいですね。もう分かるかも。書くと叶うっていうのは分かるかもしれない。なんか実はね、うん、実は私一つ思ってたことがあるんですよ。うん、今まで自分は全国各地、うん、海外もいっぱいいろんなとこ行ってたんだけど、うん、でもそれの元は自分がそこにいると人が来てくれるようになるためだったんです。うん、ずっとそうやって思ってたの。うんうん、で、なんかどこに私はこんなに落ち着きがなく、私も静岡、沖縄、東京の3拠点で音楽教室やってたから、うんうん、なんかもう拠点がいっぱいあって、それにプラス松崎町もある
通ってるみたいな。すごい、すごい。うん、でも、すごい動いたけど、なんか、今、松崎町にいるんですけどね。その、うん、で、なんか、そのことずっと思っててっていうか、だから自分がそこにいたら人が来てくれるようになるといいなって思って、うん、ただ、今年、私は少し体調が復帰してきて、うん、したら本当にいろんな音楽の人がね、来てくれて、ともみんさんもね、松崎町まで来てくれたんですけど。あ、そうです、そうです。あの、松崎町は私、昔からすごい好きな町で、うん。うんうんうん。あの、よくね、旅行に行ってたんですよ。あ、そうだったんですね。やっぱり、なんか、雰囲気がね、すごくいい、この気のいい場所だなっていうふうに思ってて。本当にそう。うん。ね、体調良くなってよかったです。そうですね。今も、まあ、お付き合いしながらですけど、あの、本当少しずつ回復、松崎町の皆さんのおかげ、松崎町の力で回復してきて、うん、だからなんか、来年は、もっと、皆さんがこう、来やすくなるように、なんか発信もしていきたいし、いいですね、いいですね。イベントを企画していきたいなと思ってるんですけど、うん、それでね、うん、そんな話をトモミンさんにしたら、私もなんか関わらせてほしいな、なんて言ってくれたから。あ、そう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 、ね、そうなんですよ。いや、松崎めっちゃ好きな町だから、なんか、何かこう、応援できたらいいなっていうふうに、思って。ぜひぜひ。このビタミンラジオの後半ね、松崎町の情報じゃないですか。はい、そうですね。それも、あの、すごい楽しみなんです、いつも。ありがとうございます。その情報を見て、この間10月だったかな、松崎行こうと思って。いらしていただいたんですもんね。今日行かせていただいたので。蝶々の浅木まだら、ね。あ、そう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 。ね、蝶々も出会えたし。すごい素敵な取り組みをね、いろいろされてる町だなっていうふうに思いますね。うん、そう、なんかこう、好きっていうことを強く感じるんですよ。うん、これが好きっていうことで活動をされてる方がいっぱいいらっしゃるなって思って、うん、大切な方なので、うん、そういう方にお会いしてお話聞いてたりとか、それこそ、なんか、自分が、あの、歌手として、活動できない時期も歌手でいさせてもらった街というか、うん、そうで待ってるよって、あの本当に育って、なんかみんなが、みんなが家族っていう歌詞があるんですけど、松崎ちゃんの歌で。うん、なんか本当にみんなに注いでもらって大きくなりましたみたいな、うん。うん、すごい、素晴らしい。するようで、なんかこう恩返ししたいな、何か自分ができること松崎ちゃんやらせていただきたいなって強く思うようになったので、そうだからまあ歌い手ではあるんですけど、なんかそれだけじゃなくて、なんか松崎町の皆さんも松崎町に来る来た人もなんかこういうようなね、企画をしたいっていうのはなんか思って、で私別に観光業とかが得意とかではないから、なんかやることがなんか観光やりたいのみたいな、なんかあれだよね、そういう親善大使みたいな感じだよね。いや、でもそこまであれなんですけど、ただなんかすごくシンプルに言えるのは、私この町に来て元気になったんだよね。うん、うん、うん、うん。21歳からずっと悩んでた、あの病気が、こう悪化して、ほんと最悪な状態で薬の実験までやったけど、本当にここまで復帰させてもらったんですよね。うん。だから本当になんかこう、少し休みたいなって、心が疲れたな、体が疲れたなっていう人が、松崎に来て、美味しいもの食べて、で、それでゆっくりして、自然の景色を、あの、見て、で、耳もね、癒されるんだよね、こう、音が少なくてね。なるほどね。川のせせらぎの音とか、やっぱり、ビルとかがないから、人も少ないけど、車も少ないけど、自分の時間を味わえる場所じゃないかなって。やっぱりそのヒーリングっていうこともあると思うんですけど、なんかこう、自分と向き合える時間を作ることってすごく。いや、めちゃめちゃ大事ですね。で、私、この間、たえちゃんが言ってた、海がすごい綺麗だよっていう。そうなんですよ。
本当に綺麗なんだからね。ちょっと待ってくださいね、ともみさん。後で見せようかな。あったかい餅。本当あったかい町なんですよ。ね、あったかい町ですよね。本当に。松崎行くと、その温かさのエネルギーがすごい感じるので。うんうん、何なんですかね。私、本当に穏やかだし、温かいなって思うんだよね。だから、それが、なんか、松崎町の皆さんにとっては、多分この町だったりとか、景色とか、人の、うん、種類っていうか、人種っていうか、なんか、それが当たり前なのかもしれないけど、あたから、こう、外から来て感じてみると、これは当たり前じゃないなって、本当、本気で思う。本当にそう思う。本当にそう。うん、ね、町民の皆様の、なんか、団結力とかもすごいなっていうふうに思うし、あと、芸術とかそういう部分もね、文化とか芸術も、すごいじゃないですか。うん、はい、そうなんですよね。ねえ。当たり前だから、なんか 人とか物事とかそうかもしれないけど、当たり前って思ってることって本当その人にとっては当たり前かもしれないけど、うん、違うんだよねっていうことを、ね、より気づかせてもらえる街だなと思いますね。本当そうですね。ぜひなんかたくさんの方に足を運んでもらいたいよね。いや本当にそう思います。うん、ねえ、じゃあですね、今ちょっと準備ができたんで、うん、ちょっとどうしようかな。どの海岸がいいかな。どの海岸？岩地ですかね。ちょっと早いけど森さん出てきてちょっと岩地の話して、岩地の話。森さんコーナーいきなり入りますって。突然だから、はい、こんばんは。森さん、こんばんは。よろしくお願いします。猫の登場はまだ後ですけど。いつも後ですけど、岩地って、あ、違う、松崎の海って言ったらどういう意味なんですか？はい、松崎にはね、4つの海水浴場があるんですね。うん、松崎、岩地、石垣、雲見とありますね。うん、で、その中でも、白砂で、遠浅で、人気があるのが岩地海岸っていうね、岩地海水浴場。本当に綺麗な、砂浜なんですけれども、ただ最近、近年はね、だいぶ浜辺が荒れてきちゃってるんですね。うん、波の影響とか、どこもみんなその海岸を人工で板づかしてますよね。うん、そうするとね、砂浜が変わってくるんですって。うん、これは松崎も全部そうです、この近辺で、ね。元へ戻すには、全部そういうものを撤回しなければ、元へ戻らないと言われてます。うん、なかなかね。でも綺麗です。入り江になってますから、うん、一番この、なんて言いますかね、子供たちがね、安心して泳げるところ。へぇ、はい、岩地っていう海岸が一番綺麗で、じゃあ、岩地海岸をね、綺麗に映してる、松崎町の町民の方が撮影したものなんですけど、はい、これ今、和を背負う松崎って、和を背負うっていう意味だって言ってましたね。この、みんなで和を背負うっていうのが意味だ。和を背負って、みんなで、みんなの和を背負うってことで、一緒に頑張ろう、松崎盛り上げようっていうことですよね。と、いうことで、岩地が一番いいということで、岩地の動画をね、今、アップしようと思います。はい、これがね、松崎の海の色ですけども、行ってみましょう。
はい、見ていただきました。綺麗ですね。綺麗なんですか？あの、私、うん、本当に沖縄かと思ったんですよ。ねえ、すごい綺麗。まあ、これ、あの、映す時期によってもね、うん、綺麗、あの、透明度が違う。あの、夏なんかはプランクトンが多いから、うんうん、どうしても濁ってるわけですね。うん、まあ、栄養が高い。そうなんだ。冬はそれがいなくなるもんで、どちらかというと冬の方が透き通って見えますね。そうなんですね。海の場合はあんまり綺麗だと栄養素がないから、うんうん、いろんなあの動物が育たないわけですね。あ、そうなんですね。適当にやっぱりね。へえ、あ、パチパチつってね、あの、うん、綺麗だよって言われてます。やったーってありがとうございます。ありがとうございます。で、森さん先日お世話になりましたって、そらみちゃん、うん、あのお父様と参加してくださったそらみちゃん。ああ、どうもね、ありがとうございました。いやね、ありがとうございます。楽しく交流ができましたですね。そう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 。ね、ありがとうございます。じゃあ森さん、また出演、ね、はい、よろしくお願いします。はい、また帰ってきてもらってありがとうございます。ました、ね、本当に、うん、あの、だから松崎町の市街地だけが松崎町ではなくて、うん、あの、うん、今見てもらったり雲見とか岩地とか、うん、あっちの石部とかいろいろ海があるんですけど、ね、結構あれみたいな感じでしてもらえると楽しめるかなって思うんですよね。本当ね。うん、あとなんか、やっぱ、うん、あの、西伊豆の方の、この、海と山の地形とかも、私すごい好きで。うん、ああ、そうですね。なんかそのことにも全然話してほしくなっちゃったけど。うん、また、また呼んじゃん。ジオ？はい、来てくださいと。その地形のことわかんないんだもん、教えてほしい。うん、僕もそんなに、ね、またまた。また来ちゃいました。でも、ずっと行ってもらおうかな。そうではないわけですけど。ただ、あの、伊豆半島の中でもね、東海岸と西海岸ってありますけれども、うん、西海岸の方が、どちらかというと、急峻な山々が多いんですね。で、急峻ってどういう意味ですか？急な、急な、急な山が。ですから、山のね、利用っていうのは西海岸ではあんまりできないんですよ。あ、なるほど。で、皆さん、このように山。別荘地はないでしょ、この海岸沿いに。ああ、ところが東海岸っていうのは、ずっと下田から河津を、あの、東伊豆、伊東にかけて、別荘たくさんありますよね。やっぱりあの山が若干なだらかなんですね。そしてあの、まあ、地形の影響ですけれども、そういう現象があります。はい、そうね、ここの分野はまた詳しく。とかね、いらっしゃったりするんですよね。なるほどね。また動画とかいろいろ撮影していこうと思うんですけど、 その時に、うん、ね、はい、このジオが話すと2000万年前から遡るだけなんだよ、ね、すごいですよね、2000万年前浮かんでたわけですね、うん、それがどん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 くっついて、それで今の本州へと伊豆半島がボンってくっついたもんですから、だから60万年前ぐらいって言われてます、うん、だからもうあのサザエとかなんとかね、新しく発見できたものは、うん、固有な種類なものですから、うん、みんな新種になっちゃう。そうだ、化石が取れるんですよね、松崎って。化石が取れるんです。化石、へぇー。そうなんだ。え、どんな化石？あ、サザエとか、昔のね、うん。ですから、それがその本州の桃とは種類が違うんだ。へぇー。もともとは単独であった伊豆半島ですから、だからあの掘れば新種になるみたいですよ。だからなんか私の知り合いの方のお名前がついたあの化石があったりとか、そうそう、松崎の中でも時代屋さんっていう骨董屋さんがあって、そこでもなんか化石がね、うん、こういっぱい集めておいて、そうなんだ。紹介をした中瀬亭っていうところの隣にジオパーク、うんうん、ジオパークもね、拠点があります。拠点があるんですけど、うん、またそういうのもね、うん、詳しくあの動画でお伝えしていけたらななんて思っています。すごい楽しみです。ねえ、だから、あの、やっぱり、喋りきれないですね。
深掘りするとものすごく幅が広くなりますから、そうそう、まあ、興味のある人はいいんですけど、うん、僕みたいに興味のないのはもう全然ね。何言ってるって感じだけど。でも森さんが話すとまた楽しくなりますよね、トモミさん。本当で？うんうんうん。森さんはすごいです。森さんすごいんだよ。すごいです、本当に。いつまでもこうと出演してさせてもらうためには面白く話さないと、太鼓さんがダメだって言うんですよ。クソ真面目に喋ったら、はい、二度と出さないって言うんですからね。僕一生懸命考えながら喋ってます。困ったね。でもすごい人なんです、森さん。すごい人なんで。ね、ね、お話は聞いてます。はい。ありがとうございます。実物は大したことないんですよ。じゃあまた、はい、はい、また呼ばせしてもらいます。出たり入ったりですね。出たり入ったりね。また振っちゃうもんでね。松崎の月が好きとかね。わかんないの、うん。あ、森さんイケメンってコメントありました。そうですね。イエーイ。本当に松崎はね、いいところなので、みんな来てほ、行ってほしい。ところだなーって。あと、私、ね、さっき、くもみ海岸とかって言ってたけど、はいはいはい、くもみ浅間神社に行ったことあるんですよ。ああ、はい。うん。本当に山をこう登っていって、結構登る。結構登るんだけど。まだ体力的に行けてないんですよ。あ、ねえ、結構登るからね。うん。だから山の上にね。どのぐらい上がりましたか？どのぐらいで上がれました？どれくらいだったんだろう。なんか途中までは階段なんだけど、かなりすごい階段で。そこから途中からは山登りみたいに。やばい。そうなんだ。なってるので、そう、でも、それがね、一番上の、まあ神社があるんですけどね。はい。うん。そこまで行ったらすっごい絶景。ああ、いやー、いいなぁ。うん。体力つけて、登りたいなと思ってるから。ね。うん。そろそろ登れるかもしれないな。ねえ。うん、なんか、いけそうな感じがしますよ。うん。だからね、これから私、来年考えてることなんですけど、まあ、たいこと遊ぼって感じですね。まあ、コンサートに来てもらって、うん、その次の日遊ぶ。っていうかね、うん。で、結構大きなコンサートで、うん、来ていただいて次の日に、そう、この観光ツアーとか、うん、そういう時っていうのは、多分そこまで体力が残ってないから、たくさん回れないと思うんです、うん、私が、うん。だけど、例えば心高いって毎月やってて、その次の日とか、だったら、例えばみんなで少し遊ぶとかってもできるかな、うん。めっちゃいい。その時にさ、浅間さんに登るっていうのやってみようか。めっちゃいい。あそこは登ってほしいなって思うもん。やっぱり。だから、まずは私、登るっていうのを、まずみんながやってる前に、一回でも、なんか二回でも挑戦して、うん。で、それで、あ、こんな感じだよっていうのを、動画撮れたらいいけど、で、じゃあここに一緒に行ってみようっていう企画やってもいいかもしれない。うん。うんそうすごい絶景っていうのは聞くんですけど、で、ね、そしたらこうやって見ると、うん、もう怖いぐらいじゃない？ピョンって出てるみたいな、なんか、そう、やっぱ山自体もすごいこうね、尖った感じの、うん、そうそう、ね、山だからね、うん、だから階段とかもすごい、すごいなんか怖そうな感じなんだけど。そう、急な感じはする。そうそうそう。え、山登りってプーちゃん言ってるけど、うん。山登りって感じです？山登りみたいな靴で。まあまあ、登るかな。まあまあ。ただ、どうなんだろうね。割と私でも行けたから。私でも行けた。トミーさんがどのぐらいに体力あるかわかんないんですけど、どの感じ。私ね、あんまりない方だと思います。嘘。どっちかっていう。え、じゃあ私もできるかな。いや、じゃあまず、うん、私でも行けたから行けると思います。多分ね、そんなにすごい距離とかはすごいあるわけではないと思うけど、ただ結構、そう、急な感じはあるからね。うん。じゃあちょっと、まず挑戦してみてからみんなに発信します。うん、めっちゃいい。じゃあ来年はね。うん、来年はね、はい、そう、太鼓と遊ぼう。だからさっき
あの、お見せした岩地の海岸も、実はすごく、うん、今年ちょっと体調がいい時も多かったから、カヤックに乗らせてもらって。言ってたね。うんうん。だから、それでね、漕いでみたりしたんですよ。うんうん。そうすると、もうこのカヤックの下には、もうサンゴのが綺麗にいたりとか、熱帯魚みたいなのが目で見える。うん、こうやって、こう何こう水中のやつしなくても、目で見えるんですよ。使っていくんだもんね、こうやって。ねえ、すごいな。だからそういう、そういう楽しみ方を松崎町はできるようになって教えてくれたんですよね。だからそういうのも、あの、回復してきたら、まあ、来年はいろいろできるかもしれない。だから、一緒にやろうっていう企画をね、ちょっとやったら面白いかななんて思ってますけれども。ねえ、いや、一緒に遊んでください。はい、遊んでください、遊んでください。もう私も結構、富士周辺とかに生徒さん連れて遊びに行ったりとか、はい、そういうのすごい好きで。うんうん、うん。やったりもするので、松崎でもぜひ。いや、ぜひぜひ。お願いします。楽しみです。いや、楽しみ楽しみ。うんうん、だから、それこそ、ワクワクすることをこう手帳にね、書いて、3年だから4年になるか、2024年に、あの、何かしたいかなってことを書いて、やっていく、叶っていくよってね、お話いただいたけど、こういうことですよね。ワクワク会、私もワクワク会議って言わせてもらったんですけど。そうそうそう。あれ、めっちゃいいですね。ワクワク会議ね。そうそう。そうなんですよ。ワクワクね。ワクワクが受けるものが叶うんだよな、とか思ってきて。そう、なんか今私が想像してる頭の中って莫大なお金がかかったりとか。体力よ、あと時間とかもかかるようなことが頭の中に浮かんじゃってるけど、すごい大きい、大きいね、大きい。大きい、大きい。そう、でもまあ、もし必要だったり、もし何か世の中でお役に立てるんだったら、きっと叶うんだろうなって、なんか思って。そう、面白いんだけど、一泊じゃ足りない松崎だって、そうだよね。あのね、一週間ぐらい。足りないですよね。本当に。もう、あの、この前の10月17日にコンサートがあって、ね、本当に、すっごい風が吹いたんです、西風が。でも、次の日は風が止まってね、観光が。はいはい、だから、まあ、せめて1泊2日か2泊3日か、まあ、長くいればいるほど良さを味わえると思う。なんかこう、そうだよね。あるっていうかね。だから、ちょうど本当、癒すにはいい町だな。温泉もね、もちろんあるんで。なるほど。いいなぁ。だから、ね、あの、海とか、私はね、どこに入ったことある？雲の入ったことあるけど、海側の温泉に行くと、やっぱしょっぱい温泉で、山側の温泉があるじゃないですか。結構、あの、お風呂にバスソルトとか入れたりする時もありますけど、塩分って結構汗も出て、あのね、そうそうそう。私ね、塩の温泉すごい好きで。あの、私が住んでる、まあ、静岡県の焼津市、焼津市じゃないんだけど、私、藤枝市に住んでて、隣の焼津市は、やっぱり塩の温泉があるので、時々行ったりするんだけど、すごい疲れも抜けるし。そうなんですよね。もう、抜けるね。すごいね。いろいろ軽くなる。そうそうそう。だから、本当に、なんて言うんだろう、海に入れない人でも、こっちの海側の温泉に入って、アーシングみたいな感じってあるじゃないですか。こう、足をつける。あるあるある。ヒーリングみたいなの。でもそういうのができますよね、温泉に入るだけでね。今ね、うちの息子、焼津市に住んでるよって言ってますよ。あ、そうだ。そのキャッチフレーズ。私なんて言ったんだろう、すぐ忘れちゃうんだよね、私。そのキャッチフレーズ、いいこと言ったのかもしれない。藤枝のラーメン屋さんはよく行くらしいです。なんかお店などちょっと気になるよね。じゃあですね、ちょうど30分ぐらいになりましたよね。森さん、あの、はい、国民さんコーナーがね、
終わりなんですけど、なんかトモミさん、あのご自身のことで皆さんにお知らせしたいことでございますか？そうですね、今のところは特にあんまりなく、一応ね、あのまた新しい年に入ってくるので、はい、来年はですね、はい、何かしら結構結果が出やすい年になりやすいという、そういう流れだったりとか、あとね、なんか、自分がこうやっていきたいこととかそういうのを自立してやっていく方が増えていくんじゃないかなっていう。自分がやっていきたいことを実際に行動に移したりとか、結構行動的に動く方が増えてくるんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに思います。あ、そうなんですね。来年の流れとしてはね。役に立つ年ですね。そうね。立つ年なのでね。確かに、立つ年、うん。はい。竜だ、竜。うん。そう、私ね、年女、といえば、年女なんです。年女、うん、あ、そうなんですか。そうですね。まあ、だから、こう、心機一転というか、本当に新しい新年になることで、こう、今までこう、なんかうまくいかないことがあったとしても、こう、切り替えるっていう年にもなりますよね。切り替えはめっちゃ大事ですね。本当そうです、そうです。なんか、10巻っていうので見ていくと、本当にその10年間の始まりの年でもあるんですって、来年って。あ、そうなんですね。そう、だから切り替わってまた新しいスタートが起きてくるので、なかなか結構活動的な年になるのかなっていうふうに、そんな予感もしています。そう、だから私としてはもう、あの体が少し落ち着いてきたから、かなり切り替えの年になるかなって、それこそ来年は病後復帰後、復帰ぶりの初めて、あの飛行機に乗ってね、宮古島でコンサートでさせてもらったりするので、だから本当に切り替えだなと思いますね。24歳ですか、だって、ともみさん。え、マジですか、ありがとうございます。もうトモミさん、もうね、アラフィフですよ、私。それ信じられない、マジで美しいから。いや、ありがとうございます。いや、マジで嬉しい。皆さん、特別あった方がいいんだよね。本当にツヤツヤだから。あのね、ありがとうございます。本当にそうなの。本当にツヤ、こんなに肌綺麗な人いるんだっていつも思うの。なんか。ありがとうございます。私ね、ファンデーションでも塗ってないのよ。だからそれがね、またすごいなって思う。なんか、多分内側からも出るんだろうし、あの気持ちいい生活をされてるんだろうなって。そう、だからなんかこう、人の顔、お顔ってやっぱりね、心から出てくるものもあるから、なんか、ともみさんみたいなお顔になりたいです。たえちゃんめっちゃ綺麗じゃないですか。なんかよりでも本当に今年後半に入ってきて、なんか元気さが増してきてるから、たえちゃんね。ああ、ほんとでもね。後半も本当にそういう感じになってきてるので、よかったなと思って。いや、すごい。私もファンデーションやめた。あ、素晴らしい。すごい。ファンデーションやめた。私もやめたよ。塗ってない。本当だよね。すごいですよね。そうだから、だから、じゃあ、来年は磨けるように。もう、楽しく生きるが一番ですよ、本当。いや、そうですよね。そう。していきたいと思います。そしたらお肌みんなツヤツヤになってきます、ね。いや、そうですね。ではですね、次は松崎町コーナーということで、今日もあの松崎町のにある稲下神社というところでね、あのこの配信をさせていただいてるんですけれども、稲下チャンネルっていうのがありまして、その稲下チャンネルの中から。今ここに私がいるのは社務所って場所なんですけど、社務所のね、ご案内動画をね、皆さんにご紹介したいと思います。はい。それでは、ちょっと待って、ね。BGM 撮れないと、かぶっちゃった。
決めるだよ。はい、それではご覧ください。はい、皆さんこんにちは。ポラの歌手の太子です。私の大好きなここ稲下神社は松崎町の観光スポットでもあり、パワースポットとしても人気です。皆さん知ってますか？なんと稲下神社では神主さんが親切に殿内を案内してくれるんです。神社の中には歴史ある貴重な品々も展示されており、また殿内の拝殿などにも案内していただけるんです。ぜひお気軽に神主さんにお声をかけてみてください。それでは行ってみましょう。神主さん。はい。まずは中へどうぞ。はい、お願いします。こちらには、左官の神様の、はい、右衛長八の作品や、うん、山岡哲司のこの稲下、ね、これも長八さんなんですよね。そうなんですね、はい、あのこちらの額、拝殿のところに似たようなものもあったかなと思うんですけど、はい、実は、この額が拝殿の上に、はい、掲げてあったんですよ。あ、もともとあったんですね。ね、明治8年から120年間掲げてありましてね、やっぱり壊れて大変壊れやすくなりましたんで、はい、代わりのものを私は掘らせてもらって。神主さんが掘ったんですか？で、これをちゃんと保存する形を取ったんです。すごい。では、はい。はい、まあ、この中には、はい、江戸から明治にかけての、うん、この神社に関わる方々がの、資料がございます。はい、また松崎を発展させてきたこの屋敷がありますけど、はい、これは与田善六という、とっても大きいですね。松崎を発展させてきた方ですね。そしてこちらには第1回の、はい、衆議院の国会の様子がありますが、松崎から与田佐治兵衛、この方が第1回の衆議院さんですね。その絵ですね、これは。なんか他にもたくさんの和歌だったり、はい、絵がね、飾られていますけれども、はい、なんかこの絵にすごい、御朱印帳のところに使われてますよね。そうですよ、よく気がつきましたね。これはどなたが描かれた絵なんですか？ロシアの画家のナタリアさん。はい、その方が描いてくれました、はい、ちょうど今ね、イチョウの色づきが緑と黄色で、そうですね、このね、写真の通り、写真とか絵の通りですね、はい、ね、そうですね、ぜひね、境内見ていただきたいですね。はい、ぜひお願いします、はい、こちらの会場では詩吟だったり集会、また音楽イベントも開催されています。実はここで毎月心歌会っていうのを開催してますので、ぜひ詳細はホームページにあります。よろしければ見てみてください。次はこちらへどうぞ。はい、この通路は、はい、本殿につながっているあの通路なんですが、たくさんの資料がこう掲げてありますけど、これは1700年頃大阪から松田ゲートを通じ住んで商いを賑やかした泉谷という、泉谷徳左衛門の資料が展示してあります、はい、泉谷さんというと無料休憩所の伊豆分邸に、あ、そうです、あったんですね、ですから今は伊豆分邸って言いますけど、江戸時代は、はい、ここの泉谷さんが主だったんですよ、はい、そうなんですね、今の伊豆分さんは番頭さんでした。じゃあですね、両方行っていただけるといいですね。そうですね。伊豆分店、ね、はご覧ください。ではこちらへ。はい、こちらは開けました。拝殿につながっております。拝殿の中に入る前に、はい、お祓いをなさってから、入っていただきます。はい、まず
この大草というんですが、このお祓いするもので、我が身を左、右、左とご自分で お祓いしてください。はい。どうぞこちらでお参りをまずお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちゃんとこちらに立つと波に映るんですね。お参りされる時に我が身をするように代わりを合わせてあります、自分のことは自分が一番分かるわけですので鏡の映った自分を見て恥ずかしい心じゃないかという、神様の心は明るく清らかな心でございますので、そういう心に立ち直ることが大事だと思いますけど、こうやって拝殿までご案内いただけるんですね。ね、普通、ご祈願の時しかここまでは入れないんですが、ここのお宮はこの中に入っていただかないと、この神様のね、神が御さがこう伝わるところですので。はい、ね、うん、ぜひね、中まで。そうですね。声をかけていただければご案内しますので、お気軽にどうぞ。はい、今日は神主さんに社務所から拝殿までの順路をご紹介いただきました。神主さんにお声かけていただけますと、より詳しく各部分を説明していただけるそうなので、ぜひ神主さんにお声かけください。それでは今日のいなしもチャンネルはここまでになります。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。またね。はい、見ていただきました。ありがとうございます。いいですね。なんか神主さんって呼んでるところがすごい可愛かった。いつも来るときに神主さんって言うの。ここすごい可愛くてみたいな。皆さんもぜひいらしたの稲島神社にいらしたら、神主さんって言って、神主さんって言えばいいんですね。いや、本当、私も先日、10月か松崎に伺った時に、神主さんにお願いをしまして、社務所と、拝殿までね、入らせていただいて、いろいろとね、松崎のこの文化とか歴史のこともちょっと説明、お話ししていただいて、松崎すごいなって。そう、もしいらしていただいたら、もう、せっかくなら絶対にお声かけした方がいいと思います。本当に。でですね、これから年末年始ということでですね、この稲下神社でもイベントというかがあるので、ちょっとその動画がありますので、その動画もお見せしたいと思います。森さんが出てまいります。それこそですね、今も本当にお正月準備が進んでいて、お庭の感じもね、お正月のね雰囲気になっています。これかな。はい、行ってみたいと思います。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、稲下神社に来ました。森さん、ぜひ案内お願いします。はい、はい、案内、松崎案内人森です。よろしくお願いします。今日は稲下神社さんに来ました。はい、もうそろそろお正月を迎えますね。で、この稲下神社さんも松崎でも本当に古い由緒ある お宮さんでございまして、ここはですね、裏山が内原山という山なんですね。で、太古の昔からここが神さんとして祀られまして、で、昔龍伝説がありましてね、2匹の龍がここのいまして、地域の安寧を守っていたわけです。で、その1匹はもう天に昇りまして、もう1匹はいつまでもこう地域を守るということでここに収まっているんですね。未だに収まっています。
人で地域の安全をこう守ってくれてるわけですけども、来年は辰年です。はい。ね、それに辰でね、冬にちなんで、ここでは宮司さんが非常に面白い企画をやっておりまして、お正月用に準備しております。それを今から宮司さんにご紹介していただきたいと思います。お願いします。はい、大丈夫ですね。はい、それでは川成さん、これ何ですか？これですか？はい。これはですね、うん、お正月の、はい、お正月じゃないですね、おみきを。うん、おみき？ええ、おみきれなんですよ。ええ、すごい。かわいいんですけど。これは、まあ、ここから、はい、お酒をこう、入れましてね。そして参拝した帰りに、はい、これを杯を下に置いて、はい、下げてもらえばこう出れる。わー、すごい。すごいじゃないですか。杯がいつやってるんですか。大晦日の午前0時から、はい、まあ三冠日ぐらいで。本当ですか。これに日本酒が入って、皆さん。川地ちゃん。いいですね。竹の代わりもね、いいですよ。じゃあこれ一人でどんどん自分で下げていいんですか。自分で自由に下げれば。はい、そうです。ああ、なるほどね。これはうまくできてますね。これ龍の形になってるんですか。これ。そうですのが。すごい。ああ、ね、龍国水神。龍国水神の形をイメージしています。そうですか。ねえ、また年末年始は稲下神社でぜひお過ごしください。ねえ、はい、ということで、はい、ぜひ参拝にいらしてください。ということで、森さん、今日もありがとうございました。はい、皆さんまたねー。はい、ということで、森さん登場。松崎町の年末年始、どう過ごされるんですか？あんまり大きなイベントないんですよ。で昔はね、以前は、つい最近まで、雲見温泉なんかではね、2日に乗り止めって言って、この辺漁船がたくさんあるもんですから、安全を祈願して、パレードやってね、で、お餅巻きをやったりして、観光客の皆さん方に振る舞ってたんですけども、今最近は、それらもどん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 縮小されてね、もうコロナの影響もあったんですけども、行事がなくなって、つつありますね。そうだから今回ね、神主さんがおみきを入れて、うん、あれすごかったね。すごいですよ。手作りですからね。ねえ、すごい。で12月の31日から三が日、あそこにねお酒が入りまして、うん、参拝をされた方にはねいっぱい、うん、飲めるということで。いや私も、10月31日の夜はこちらに初詣に参ろうと思っておりますので、もし皆さん松崎いらっしゃれる方、また松崎町民の方、一緒に新年お祝いいたしましょう。乾杯なんてやれたらいいですね。はい、ということでね、今ねご紹介いたしました。それでですね、先ほど稲下チャンネルの方でご紹介いたしましたけれども、心高いっていうのをね、やってるんです。こちらの社務所って場所で。ね、森さんもね、すごく応援いただいて、もう20回目を迎えるんですけどね。うんうん、森さん、本当いつもありがとうございます。とんでもございません。何もできません。そんなことないですけども。で、今回、ちょっとダイジェストを見てもらおうかな。佐藤さんがね、この前の今の稲下神社のさっきの動画も佐藤さんって方が作っていただいたんですけど、心高いダイジェストっていうのをね、今からちょっと少し流しながらお話をね、したいなと思います。この心高いっていうのは、私が本当復帰する過程でさせてもらって、初めは本当に立っても歌えなかったんですけど、今では立って着物着たりとか、これは9月の動画でしたので、ちょっと浴衣をね、着て歌ってるんですけれども、皆さんのリクエストに応えたりとか、そこで感じた心を歌っていうのを、ね、お届けしています。あ、映ってる。こういう感じか。こうやって映るからな。そう。で、それで、今回からですね、
月からは皆さんのリクエストに応えますっていう風にね、させていただきたいと思っています。で、12月の31日までに1月のコンサートの予約をいただいた方、あと30日ぐらいはリクエストを受けられたんですけど、先着10曲までリクエストを受けたら、私すっごい練習して1月の26日かなに披露いたしますっていう感じで、皆さんの思い出のある曲をリクエストいただいて歌っていくことをね、させていただきたいなと思っていて、だからこれもね、これ天城越えなんだけども、これ森さんがリクエストだったの。ねえ一度これ聞いたなと思ったら、素晴らしかった。そうだから、なんか面白かったんですけど、歌い終わるなんか感想でも吐くと言われてね。まあでも本当に歌詞がさ、すごいじゃないですか。だから歌うの緊張したみたいな。だから本当、普段だったらあまりやったことないような曲っていうのも挑戦して、なんかかなりレパートリーがね、かなりレパートリーが増えていますが、そうそうそう、だからまたね、ぜひ太鼓のホームページご覧いただけますと、またスケジュールも載ってますので、ご覧いただきたいと思います。太鼓の心歌とね、検索いただきますと、私のホームページが出てまいります。このページなんですけれども、今共有されてるかな、共有されてなかった。このページ。このね、ページになります。そうするとね、コンサート情報とかも出てくるんですけれどもね。来年の1月26日のコンサートでね、リクエストお待ちしてます。オンラインでも参加できますし、現地でも参加できます。で、今回、1月の6日、これはですね、埼玉県の古式という場所に行かせていただきます。川越にあります。でですね、ここの場所がですね、ここの場所でスペシャルディナーショーということで、食べ放題、飲み放題で。もういいですね。1万2000円のチケットなんですけど、残り、今ですね、あと2席あるということで、なんとメンバーが、ピアニストスペインから内奈奈子さん、で、パートナーのマリオ、モリーナさん、で、そしてトロンボン奏者の高木夏子さん、そしてベーシスト、コントラバスですね、の吉田美希さん、こちらのね、メンバーで、豪華メンバーですごく近い席でね、開催いたします。まあ、簡単に言うと、新年会かなって感じなんですけど、一応ちゃんと演奏もバッチリしますので、宮古島まで行きたかったけど行けないなっていう、あと、先着2名ですけどね、ぜひいらしていただけたらなと思います。で、こちらのコンサート、ライブ配信もしようと思っています。で、ライブ配信は TikTok でサブスクリプションに入っていただいた方限定で行いますので、ぜひこちらもね、合わせて、いらしていただけたらなと思います。埼玉県、あまり行かないので、ぜひね、会いに来てください。で、ご予約も、太鼓のホームページからできますので、ぜひこの太鼓のホームページ見ていただけたらなと思います。で、翌日には、この前松崎でもね、観光ツアーすみません、やらせていただいたんですけども、吉田美希さん、旗振りしてもらいながら、川越のツアー、2時間ぐらいのね、していただけるっていうことですので、また楽しみにね、一緒に参加いただけたらなと思います。ということで、今日はここまでになります。年末、最後の配信、ビタミンラジオとなりました。本当にまた良いお年をお迎えください。そして、ね、年末も体健やかにね、お過ごしいただけたらなと思います。ありますね。はい、タイちゃんの皆さんありがとうございました。で、チャオちゃんありがとうございます。ありがとうございます。頑張らないと思いますが、頑張ります。だって。いや、でも本当に楽しみにしています。それでこそ、本当元気でね、皆さんが過ごされますように。ね、良いお年をお迎えください。それでは最後に、心歌で、笑顔の、わったー！じゃあ皆さん、良いお年を！またねー！バイバイ！